それでは、大変お待たせいたしました。これより地方公共団体の皆様によるプレゼンテーションに移らせていただきます。発表団体の皆様はタイマー表示のためギャラリービューにしていただきますようお願いいたします。こちらのブレイクアウトルームはルーム C、 脱炭素社会の実現、スタートアップ支援についての発表10団体です。まずはじめに鳥取県鳥取市のご発表です。よろしくお願いいたします。鳥取県鳥取市です。今日はよろしくお願いします。それでは早速資料を共有したいと思います。少々見てください。見えておりますでしょうか。それではですね、早速始めさせていただきたいと思います。鳥取市はですね、人口約18万人の、山陰地方の中核市です。鳥取砂丘、山陰海岸ジオパークなど、多くの地域資源を有しております。また鳥取市はですね、人口最小圏の、県庁所在地です。県庁所在地ランキングでも、鳥取市の人口は最小でございます。全国の地方都市で進行している課題のほとんどはですね、本市の課題でもあります。はい。右下に記載している労働力不足ですとか、耕作放棄地の増加等の課題は本市はもちろんのこと、県全体の課題でもありまして、県と市で協力してですね、積極的な取り組みを進めなければならないというふうに考えております。この負のスパイラルを打破すべくですね、鳥取市はですね、エネルギーの地産地消を積極的に取り組んでおりまして、国からは SDGs 未来都市脱炭素先行地域に選ばれました。今年度よりですね、市内の2つのエリアをですね、舞台にして、多様な再エネを積極的に作り上げる取り組みを進めようと思っております。地元住民へのですね、PPA 導入を推し進めたり、水力発電設備や木質バイオマス設備をですね、新設したりですね、将来が危惧されている太陽光パネルの大量廃棄問題を解決できる太陽光パネルリサイクルと微生物発電の実用化に向けた取り組みを進めようとしています。こうして作り上げた電源を活用してですね、官民で連携して EV コミュニティバスの導入ですとか、再エネを活用したスマート農業の実現、あと PPA を導入したご家庭への自家用 EV の普及啓発、あとデジタルヘルスケア等の展開といったですね、ことを図ることで市内に新たな産業を作って、にぎわいの創出や市民サービスの向上につなげていきたいと考えています。民間企業だけでなくてですね、地元の住民さんを巻き込んでですね、こういった、取り組みをしていくことはですね、全国でもですね、そんなに例がないんじゃないかなというふうに考えておりましてですね、2028年度まで計画的に進めていく予定にしております。この取り組みがより一層進みますようにですね、企業版ふるさと納税による応援を、お願いします。企業様へのメリットとしてはですね、本市特設サイトにて、企業様をご紹介する記事を作成公開いたします。また本市 SDGs、未来都市計画の達成に向けて取り組む企業様として、ご登録をさせていただき、既存企業様と一緒にですね、意見交換に、共に入らさせていただくことを機会を作らさせていただきます。また企業様の持つ知見とですね、本市の地域課題を掛け合わせた事業を提案された際はですね、その実現化に向けた積極的なご支援をさせていただけたらなと思っております。 SDGs 未来都市鳥取市の取り組みはですね、単なる電源作りにとどまらずですね、そこから商業、農業、観光業と幅広い業種に波及させることを目標としております。地域の資源から作られる電源を活用することで、少子高齢化が進む地方都市がより明るく元気になってにぎわいが生まれる、それがモデルとなって全国の地方都市へ展開されていけるように我々汗をかいてまいりたいと思いますので、皆様のご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
鳥取県鳥取市の山根様、ありがとうございました。それでは質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。そしたらですね、吉弘アドバイザーいかがでしょうか。はい、失礼しました。ご連絡ありがとうございました。そうですね、この時間は企業さんとのマッチングということで、司会の方よろしかったんですかね。そうですね、アドバイスとか何かもしいただければと思います。はい、脱炭素というのは世界的なトレンドであり、そしてやるべきところかなというふうに思っております。先ほどの資料を拝見をさせていただく中において、やはりこう鳥取市さんだからこそできることもあるでしょうし、他の自治体でももちろん汎用といいますか、展開できるものもあるんだろうというふうに思っております。この今ルームの中にいらっしゃる、企業様においても、やはりこういったところに関してはかなり関心が高いのではないかというふうに思っておりますので、ぜひですね、この時間でこのカメラオンにする勇気が結構いるのかもしれませんけれども、遠慮なくご相談いただいて、この辺点々どうなんだろうというところも聞いていただいてもいいのかなというふうに思ったところです。はい、なんか追加でお取り組みありますか。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ鳥取市でしかできないこと、また他の地域へも展開ができる可能性があることというところを意識しておりましてですね、地域住民を巻き込んだ取り組みですとか、あとちょっと再生可能エネルギーから農業の展開をしていくとか、そういったちょっと先駆的な取り組みを進めていこうとしておりますので、はい、でそういった取り組みが進んでいくことでですね、他の地域 にも、展開していけるように頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひこの取り組みを応援いただける企業様を、お願いしたいと思っております。はい、ありがとうございます。ということで時間が間もなくかなと思いますので、ぜひ鳥取さんの方にご連絡いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。吉弘アドバイザーありがとうございました。以上で鳥取県鳥取市のご発表を終わります。続きまして島根県邑南町の発表です。よろしくお願いいたします。ただいまミュートになっておりますので、ミュート解除で、今ちょうど音声の方がちょっと聞こえておりませんので、こちらの音声聞こえておりますでしょうか。すいません、聞こえますかね、これで。藤田様、今ちょうど、はい、声の方聞こえております。はい、ありがとうございます。はい、島根県邑南町役場地域未来課の藤田と申します。すいません、手間取りまして。まず邑南町の紹介をさせてください。島根県邑南町はですね、人口1万人 を切っている、小さな自治体ではありますが、脱炭素に挑戦しようと考えております。で、そのことの発端はですね、人口が減り、少子高齢化を迎えて、地域経済というのが衰退していくのではないかという懸念からです。そこを詳しく見ていくと、現状として6億円から7億円のですね、電気料金が町外に流出しているということが起こっておりました。でこれをなんとか地域内循環に変えたいということでですね、邑南町で考えたのが、再生可能エネルギーを町内で発電をし、それを町内の会社が仕入れて町内に供給するという、もうシンプルにエネルギーの地産地消です。で、キーワードは、環境と経済の両立ということなんですが、これはですね、エネルギーを上手に作るという部分と上手に使うという、2つに分かれます。各建物にですね、自家消費を目的とした太陽光パネルの設置を行ったりだとか、地理的条件に合った再エネ設備の導入で、農業機器の電化の補助なんかもスタートさせようと計画しております。
でソーラーシェアリングであったり EV 車が安心して走行できる環境づくり、っていうのを、まあ、計画をしているところでございます。で、まあ、これによる、まあ、得られる期待する成果なんですが、まあ、当然、まあ、経済循環を作りたいというふうに考えております。ですので今回寄付を募る内容といいますのは町の経済の礎になるものでございます。で、それを、まあ、再エネ由来で作っていこうということですので当然 CO2 の排出削減というのにもなりますし町内の各産業のサプライチェーンが脱炭素化していくという、まあ、小さな町ですけども壮大な思いを掲げてさせていただいております。で、今回、まあ、寄付をいただくということに至ればですねもう非常に感謝申し上げたいんです。まあ、できる限りの感謝を示したいと思っております。まあ、寄付金の贈呈式の開催であるとかプレスリリースはもちろんのことですけれども町のホームページや広報誌の方でですね寄付をいただいたということを、まあ、大々的に発信させていただきたいと思います。で、また、まあ、寄付をいただくもしくは寄付をご検討いただくことが、まあ、このご縁のキックオフだと思っておりますのでその寄付を活用して行った事業の成果報告会なんかを企画してですね、成果だった部分そして課題だった部分を共有して新たなまちづくりに、まあ、いろんなアイディアをですね意見交換したいなというふうに考えております。まだまだ、こういった寄付いただくことに慣れてない自治体ではございますけれども多くの志ある企業様といいご縁があると信じておりますので、お気軽にお声掛けをいただけたらなと思います。駆け足になりましたが以上になります。島根県邑南町の藤田様ありがとうございました。ご質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。ただいまですね、チャットの方が、いつ届きまして、こちらの方より、はい述べさせていただきます。はい、千葉様よりですね、チャットの方いただきまして、ご質問の方はですね、財源はすべて一般財源ですか？国の補助金も別で充当されていますでしょうか？もしお答えできたらお願いしますとの回答です。はいはい、質問いただきましてありがとうございます。本庁ですね、まあ、第1回の脱炭素先行地域に、まあ、環境省に選定いただきました。ですので、まあ、国の交付金をいただき活用させていただきながらですね事業を進めていく、ものでございますので、寄付をいただいたりであるとかこういった交付金を活用しながら今掲げてある、事業は進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございました。以上で島根県邑南町の発表を終わります。藤田様、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、佐賀県佐賀市の針尾様より発表です。よろしくお願いいたします。針尾様、こちら音声聞こえておりますでしょうか？あ、聞こえてますでしょうか？はい、聞こえております。そしたら、開始させていただきます。佐賀市からは持続可能な脱炭素、資源循環のまちづくりということで紹介させていただきます。まず、佐賀市の簡単な紹介から。
佐賀市は人口約23万人の佐賀県の県庁所在地で、有明海では海苔養殖が盛んで、農業も盛んな地域です。また、秋には国際的なバルーンの大会も行われています。次に背景について、佐賀市は市町村合併に伴い、複数の清掃工場を現在の清掃工場に統合いたしましたが、ゴミを一箇所に集めることについて市民から不安の声が上がりました。ゴミ処理施設や下水処理施設は市民生活に必要な施設でありますが、いわゆる迷惑施設として敬遠されがちな存在です。まあ、そこでこれらの施設を迷惑施設ではなく、資源やエネルギーを作り出し、価値を生み出す歓迎施設へ変えていこうということで取り組みを始めました。当市が抱える課題としては、農業人口の減少と若年層の人口流出、またカーボンニュートラルへの対応があります。これらを解決するためにバイオマス資源の利活用や循環を図ることで地場産業を強化し、新たな産業と雇用を創出、まあ、さらには温室効果ガスの排出を抑制し、経済と環境性の両立を図りたいという考えております。またこれにより市民の幸福度も上がり、市民の誇りの醸成にもつながると考えました。こちらが事業の概要になります。当市では清掃工場から出る排ガスから二酸化炭素のみを回収し、農業や藻類産業へ供給しております。二酸化炭素の制御で植物の光合成を促進し、稼げる農業と雇用の場を創出しています。さらにこれらの事業者さんが生産したものを市民が食べたりして出た廃棄物は清掃工場に戻ってくる、このような経済性を伴った資源循環の取り組みとなっております。ちなみに、清掃工場の二酸化炭素分離回収事業は、日本で佐賀市だけが実施している取り組みで、すでに経済波及効果は50億円以上出ております。しかし、一方課題もございます。二酸化炭素現在、光合成に利用されていますので、夜間や雨天時には利用がほとんどありません。そこで現在新たな二酸化炭素の活用方法について検討しています。二酸化炭素は現在気体として利用しておりますが、利用方法に限りがあるため、液化炭酸ガス、ドライアイスなど新たな利用方法の検討をしています。いただいた寄付はこれらにかかる費用や二酸化炭素の供給設備の設置、さらには二酸化炭素を分離回収する能力を向上させるための技術開発や実証にかかる費用に活用させていただきます。実はこの取り組み、国内外からも注目されており、昨年度も104件の視察講演がありまして、 COP でも取り上げていただきました。企業様としても佐賀市に寄付をしていただくことで様々なメリットがございます。まず CSR 活動の一つとして PR できます。株主や ESG 投資家、金融機関の評価、投融資を獲得できます。また、持続可能な企業のイメージが向上し、人材の獲得も優位になると考えられます。次に、佐賀市の事例を皆様の地元で導入・展開していただくことで、地元自治体や企業と新たな関係を作ることができ、地域経済と社会を牽引することができます。ぜひ、佐賀市をご支援いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。佐賀県佐賀市、ハリオ様ありがとうございました。ご質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問ください。そうしましたら、吉弘アドバイザー、こちらアドバイスといかがでしょうか。はい、とても素敵な取り組みだと思います。ありがとうございました。まあ、実際に佐賀市さんは寄付も集められているのかなというふうに思いますけど、より具体的にこういった企業ともっとつながりたいなとかですね、こんな社会課題といいます、今課題感を感じているところというところが佐賀市さんの方でもよしクリアにあれば、もう一言いただけたらなというふうに思ったんですが、いかがでしょうか。そうですね。まあ、どんな企業さんとつながりたいかっていうことなんですけども、まあ、佐賀市ではですね、まあ、
先ほど紹介した取り組みを、まあ、佐賀だけにとどめずにですね、まあ、佐賀モデルとして、まあ、全国の清掃工場に普及させて、まあ、資源循環のさらなる推進を図りたいというふうに考えております。で、まあ、脱炭素とかカーボンニュートラルとかサーキュラーエコノミーとか、まあ、興味がある企業様は、まあ、もちろんなんですけれども、まあ、この事業をですね、一緒に、まあ、PR していただけるような企業様ともつながっていけたらよいなと考えておりますので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。きっとこの取り組みが佐賀市だけではなく日本中の地域循環 の共生というんでしょうか、そういった形に行くんだろうなというふうに思っております。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で佐賀県佐賀市の発表を終わります。ハリオ様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして佐賀県鹿島市の江島様より発表です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。画面映っておりますでしょうか。はい、画面の方自分映っております。それでは、佐賀県鹿島市の江島です。発表させていただきます。よろしくお願いいたします。当市は森里川海干潟に囲まれた自然豊かな町で、有明海に面した干潟の一部はラムサール条約登録湿地となっています。この自然資本を存分に生かすため、平成28年から環境省の地域循環共生圏の中でローカル SDGs に取り組み、その取り組みの一環として令和4年9月ゼロカーボンシティ宣言を表明しました。今はカーボンニュートラルに向けて脱炭素の取り組みを推進しています。当初の取り組みは全国でも先進的な事例として各省庁から大変高い評価をいただき、今年5月には佐賀県初の SDGs 未来都市に選定されました。当市の課題ですが、地理的特性から土砂災害や浸水被害を受けやすく、近年の気候変動に伴い災害の頻度が増加しています。今まさにその状況で、先週末より大雨警報、土砂災害警報が発令され、私自身も昨日まで避難所の対応をしておりました。災害は経済にも大変な影響を及ぼしております。この多発する災害に対するレジリエンスの向上が当市の喫緊の課題となっています。この課題に対し、鹿島市は豊かな自然を活用しようとグリーンインフラに取り組んでいます。グリーンインフラとは、自然が持つさまざまな機能を生かして町づくりを通して地域社会の課題解決に取り組むことで、鹿島市は土砂災害警報地区域の棚田の自然ダムとしての役割に着目し、事業を行っています。この事業では、鹿島市の強みである SDGs 事業創出プラットフォームを活用し、行政による事業化支援と鹿島市独自の環境評価指標を用い、環境に資する事業を生み出しています。一つ事例を挙げますと、棚田は限界集落にあり、高齢化が進んだ今は耕作放棄地が増えています。耕作放棄地が増えると畑の保水力が低下し、それに伴いレジリエンスも低くなります。棚田の保持のため、他1枚あたりの経済効果を上げようと、棚田で作った食用米で地域の酒蔵と協力して日本酒を製造。それが3年後の鹿島を守る酒、ご縁です。このお酒は大変大好評で、今年の分はすべて売り切れてしまいました。裏作にはサフランを作り、農業者の収入増に努めています。また、そこから出た廃棄物は、化粧品やバイマスプラスチックに活用し、ゼロエミッションの推進と脱炭素を同時に進めています。これらの事業成果ですが、防災減災に資する棚田面積の増加、新たな産業創出から持続可能な社会が構築できます。また、市どもは地域金融機関5行と連携協定を締結しておりまして、事業を推進していく中で、今後は ESG 金融等の展開による事業発展が見込めます。今回ご寄付をいただきましたら、鹿島市の生物多様性と安心安全に寄与するということが言えます。最後に、企業の皆様へのメリット等をご説明いたします。当市の官民連携プラットフォームから生み出される事業は、
鹿嶋市の独自の環境評価指標により環境保全に有益であると認められた事業で、80社以上が参加している肥前鹿嶋干潟 SDGs パートナーによって事業がなされ、実現性、継続性があります。皆様へは寄付金贈呈式やプレスリリースはもちろんのこと、御社の IR にかけるような環境評価を成果としてお渡しができます。また、当市の取り組みは各省庁より表彰を受けた実績のある事業です。ぜひ一度詳しいお話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。佐賀県鹿嶋市江島様、ありがとうございました。質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。吉弘アドバイザー、こちらいかがでしょうか。はい、江島さんありがとうございました。地域循環共生圏、まさに環境省も掲げておりますけれども、ローカル SDGs という考え方において、この資料がとても整理されているなというふうに思いましたし、実際に暮らしに身近な社会課題をこの事業においてですね、鹿嶋市さんと一緒に解決できていくんじゃないかっていう、僕は可能性も、現場に行ったことあるんですけれども、非常に大きく可能性を感じています。まあ、実際にいろんな企業さんがですね、タッグを組みましょうということで、とてもフラットに江島さんはじめ、鹿嶋市の皆さんがですね、ご参加しやすいようなテーブルを作っていただける、そんな環境を整えられているのかなというふうに思っております。ぜひさまざまな企業さんのと多分取り組まれていると思いますが、今どんなところと実際にやられているかって江島さんがありましたら、もう一個だけご紹介いただければと思いますけれども。はい、今ですね、鹿嶋市のお米でプラスチックを作ろうと思いまして、バイオマスレジンとの連携協定を締結し、耕作放棄地で、工業米を作って、プラスチックを作って、それを市内のゴミ袋にするという取り組みをしております。クローズドリサイクルの実現ということでですね、今後取り組んでいく予定になっております。ありがとうございます。やはりこうローカル SDGs も含めて、ここに関心のある企業さんって非常に多いのかなというふうに思っておりますので、ぜひいろんなアプローチをしていただければというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。吉弘アドバイザー、ありがとうございました。以上で佐賀県鹿嶋市の発表を終わります。江島様、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして宮崎県の発表です。よろしくお願いいたします。ビデオが聞こえます。はい、こちら音声と映像、はい、無事に撮れております。 OK、 はい、皆さんこんにちは。宮崎のプロジェクトを紹介します。まずは宮崎を思い浮かべた際に皆さん何をイメージされるでしょうか。マンゴーや地鶏、美しい海なんのではないでしょうか。最初はこっち。もちろんそれが宮崎県の魅力の一部なんですけど、実は宮崎県は県土の4分の3が森林で覆われた林業県です。温暖な気候のおかげで森林は元気に成長し、現在約8割の杉が収穫の時期を迎えています。この杉の丸太を山から切り出し、それを加工して建築用の製材品を製造しておりますが、共に生産量日本一で林業という産業が成り立っている県であります。ただし、木を伐採したまま放置してしまうと資源が失われるだけでなく、森林の水田管用や土砂流出といった攻撃的な機能も損なわれてしまいます。そのため、伐採した木の代わりに再び木を植えて育てる再造林という取り組みが重要です。また、木々は成長する過程で、二酸化炭素を吸収固定するため、再造林はゼロカーボンの推進にもつながります。しかしながら再造林にはいくつかの課題も存在します。山に木を植える作業は完全に
手作業で行われるため非常に重労働となっています。そのため森林所有者の費用負担や作業者の不足などの理由から宮崎県では伐採後の約7割しか再造林されておりません。このような課題を解決するため宮崎県では水を蓄え災害に強い森林づくり事業に取り組んでいます。この取り組みでは水源地などの広域上重要な森林において杉などの速やかな再造林や広葉樹の植栽に必要な経費を森林所有者に支援しています。花粉症の方はまた杉を植えるのかという方もいらっしゃるのではないでしょうか。宮崎の杉の苗木は 95% が花粉の少ない小花粉や低花粉の苗木なので、安心してください。このように再造林を進めることで森林の、二酸化炭素吸収源を確保して災害に強い森林づくりを目指しています。最後に再造林に参加することでの企業のメリットについて、お話しいたします。まず第一に企業様は環境への貢献を実現することができます。若い木は成長が早いため成長した木と比較して大気中の二酸化炭素をより多く吸収します。例えば500万円の寄付をいただくと約75ヘクタールの再造林を支援することができます。この場合植栽してから1年間の二酸化炭素吸収量は推定で925トンになります。これは一般家庭の約340世帯の二酸化炭素排出量に相当します。宮崎県では企業の環境貢献度を可視化するためにこの二酸化炭素吸収量の証明書を発行したいと考えています。企業が、環境保護に積極的に貢献していることを実感していただけるのではないでしょうか。次に寄付をいただいた企業と地域社会との良好な関係を築くため宮崎での視察や研修ワーケーションなどのサポートも行いたいと考えています。山村地域は山を守りながら地域の文化や暮らしを営んでおり企業の方には地域の課題解決のワークショップや商品開発の場としても活用していただきたいと思っています。これにより環境への貢献だけでなく企業のビジネス目標と地域の一体化を図ることができます。私たちに力を貸していただき、共に環境保護と社会貢献を実現していただくと幸いです。皆様の参加を心よりお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。はい、宮崎県野口様、ありがとうございました。それでは質問がある方は、チャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。そしたら吉弘アドバイザー、こちらの点いかがでしょうか。はい、ご説明ありがとうございました。寄付をいただいて、それがどのように使われるのか、ここが非常に明確だなというふうに思ったところです。やはりこの我が国の占める7割を占める森林、これを活用していくということに関しては、日本中、そして世界中で取り組むべき課題かというふうに感じております。特にこのゼロカーボンもそうですし、ローカル SDGs もそうですけれども、カーボンオフセットという考え方の中において、寄付されたお金が再造林に使われていく。これによって、なんですか、カーボンオフセット、クレジットが発行されるというところにも、多分スキームとしては出てくるんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、世界中でこういった取り組みが、進められている中において、やはり宮崎のこの取り組みに寄付していただくことによって、何ができるのか、そして具体的にどういうお手伝いが企業としてできるのか、あるいはそれによってどのような効果が出ていくのかというのが非常に分かりやすい例の一つかなというふうに思っております。まあ、メリット2つありますけれども、まあ、これ以外にもたくさんならではのメリットがあるのかと思っております。単に寄付をするだけではなくて、それがどんどん横に広がっていく、まあ、そんな世界中に広がっていくというところも含めてですね、再造林ではありませんけれども、さまざまな貢献がより広く、皆さんの家庭に、そして企業に広がっていくような取り組みになっているのではないかというふうに思っております。ご説明のことにありがとうございました。はい、ありがとうございました。吉弘アドバイザー、ありがとうございました。以上で宮崎県のご発表を終わります。野口様、ありがとうございました。
続きまして、宮崎県宮崎市の発表です。よろしくお願いいたします。待ってね。ズームを開いて。ここに何もやらない。食べるもん。あ、ですね。教育。あ、よろしいでしょうか。はい、こちら音声と、画面の共有もできております。はい、宮崎市でございます。よろしくお願いいたします。宮崎市からはですね、グリーンスローモビリティを活用したまちづくりについてご紹介させていただきます。まず、グリーンスローモビリティとはなんですけども、時速20キロ未満で走行する電動車を活用しました移動サービスでございます。周辺の約 2.1 キロを毎日12分間隔で運行しています。グリスロは窓がなくて開放的な乗り物ですので、子どもたちにとってはアトラクション的な乗り物でございます。特にコロナ5類移行後はですね、週末になると親子連れに、多くご乗車いただけるようになっております。乗客定員は9名で、運賃は100円、小学生以下は無料のモビリティでございます。沿線の企業様を中心に支援をいただきながらですね、移動手段プラスアルファの街づくりを仕掛ける、そういった役割を担っております。続きまして、現状の課題でございます。まあ、運行協議会をですね、組織しまして、企業様からの広告協賛をいただきながら、グリスロの運営を行っております。まあ、グリスロはですね、ぐるぐると回遊しておりますので、情報発信ツールとして車体へのラッピングや車内装飾等に活用いただくなど、広告協賛の獲得に努めているところです。まあ、企業様からの協賛をいかに増やしていくか、ここが課題ですが、まちづくりと連携した取り組みを行っているところです。続きまして、次の、事業目的ですね。事業目的は、ゼロカーボンやウォーカブルといった低速電動バスの利点を生かしたまちづくりでございます。例えば、JR 宮崎駅から約700メートル伸びる県道高千穂通り、ここはグリスロ運行によって改めて注目されるようになった道路でございます。この歩道空間の生かした、公園のような、いわゆる歩きたくなる道路空間の創出を目指して社会実験を実施しています。まあ、高齢者とか子どもたちが無理なく歩いて、帰りはグリスロに乗って帰る、そんな人中心の空間、創出に取り組んでいるところでございます。続いて事業内容でございます。企業との連携ということで、まあ、こうしたグリスロの運行趣旨からですね、企業の皆様からも次第に協力をいただけるようになってまいりました。まあ、今年3月には、企業版ふるさと納税を活用して、JR 宮崎駅舎前にシンボリックな停留所を整備しました。また、NTT グループさんは、運行エリアの中心にある自社ビルをですね、ウォーカブルの視点で再開発いただくことを決定いただきまして、まあ、停留所の整備等をともに検討いただいております。まあ、昨年12月には国土交通大臣表彰も受賞しまして、県外からの視察等も増えているところでございます。沿線の企業さんを中心にですね、宮崎では再開発だとか企業間の連携など新しい街づくりが動き始めているところです。まあ、得られる成果ということで、まあ、グリスロの運行をぜひともですね、皆様と連携して発展的に取り組んでいきたいと思っております。寄付金につきましては、運行経費だとか子どもたちを対象としたイベント、車体や停留所の環境整備などに活用させていただきます。まあ、ご支援いただきました企業様へは、感謝状贈呈に加えまして、社内ステッカーや公式インスタ等で企業名をご紹介させていただきます。まあ、宮崎のですね、親子連れに大変人気のある乗り物ですので、効果的に活用いただけると思います。特にですね、宮崎市内への進出、または支社、支店をお持ちの企業さんにはですね、ぜひお勧めでございます。宮崎市の、中心市街地、町中から、ともに、宮崎市を、宮崎を元気にしていければと思っております。ぜひご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。以上です。宮崎県宮崎市、日高様、ありがとうございました。それでは、ご質問がある方は、チャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。
吉弘アドバイザー、こちらの点いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。グリーンスローモビリティということでですね、マースとかいろんな可能性もあるのかなというふうに思っておりますし、こここそはやはりこう企業さんと連携して取り組みができるのかなというふうに思っております。このルームにトヨタコニックプロさんとかいらっしゃいますけど、何かもしよければ、おそらくこういった取り組みをされているのかなというふうに思いますけれども、ご質問とかご意見とか、あるいはこんなことできないかなということがありましたら、ぜひチャットでも、あるいは画面オンにしていただいても構いませんが、いかがでしょうか。ちなみに宮崎さんはこういろんな企業さんとこういった取り組みっていうのをどんどん推進されているんです。ゼタコニックプロの岩子と申します。吉弘さん、ありがとうございます。弊社、福島で地域の足としてグリスローを今年初めて取り組みさせていただいて、で先ほど の広告収入であるとか、ああいう賃料収入であるとか、バランスもさせていただいて、非常に参考にさせなるなというところで、大変今日のプレゼンテーション、今日の略拝見させていただきました。でご質問というか、この広告費のところなんですけども、どういうような形で集めてらっしゃるというか、申し込みがあったところを選ばれてるのか、お声掛けをしてるのか。運営サポーターのところですかね。あ、そうですね、はい。ここの広告協賛の部分、下の方にグリスロの運行ルートがあると思うんですけど、グリスロの運行ルート、沿線の企業さんにですね、お声かけをさせていただいております。主に宮崎市の誘致企業とか、そういったところ、企業さんをですね、対象に、回らせていただいております。ありがとうございます。ちょっとまた別のチームが福島の事業をやっているものですが、ちょっとこの事例を共有させていただきながら、何かご一緒できるところがないのか、検討させていただきます。ありがとうございます。吉井さん、すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。岩岡さん、ありがとうございました。このようにいろいろな形で各国を組めるのかなというふうに思いますので、ぜひ後の時間でもおつながりができればなというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。吉弘アドバイザー、岩岡様、ありがとうございました。以上で宮崎県宮崎市の発表を終わります。日高様、ありがとうございました。続きまして、滋賀県の発表です。よろしくお願いいたします。はい、滋賀県でございます。どうぞよろしくお願いいたします。滋賀県からは新生、新しく生まれる東北部工業技術センターのスタートアップ支援と支援事業ということでご紹介したいと思います。滋賀県は琵琶湖で有名ですけども、産業の発展に有利な条件を備えるとともに地理的な優位性も兼ね備えてますことから、大企業工場や高度な技術力を有する小企業が多数立地するものづくり県となっております。本県は地域の中小企業を支える工業系の公設試験研究機関としまして、工業技術総合センターと東北部工業技術センターの2つの機関を設置しております。東北部工業技術センターは長浜市と彦根市の2カ所の庁舎に分かれておりまして、地場産業の支援をはじめ、プラスチックや機械、金属に係る技術支援や研究などを行っております。下に近年企業様との共同研究で生まれた製品を示しております。ただ本県は県内発祥の大企業が比較的少なく、県外に本社がある大企業様の工場の存在に頼りがちで、その情勢に大きな影響を受けがちです。研究開発型の企業の創出成長を支援することで、本県産業を支える新たな柱を加えることができるというふうに考えております。下に示しますように、本県の創業支援プログラムにこのようなベンチャー企業が生まれ成長しておりますけれども、より強力に企業にかかる支援を行うために、スタートアップ時の課題であります開発場所や開発機器、それから開発機器の整備とともに、
企画から販路開拓までのサポートなど、挑戦を下支えするためのイノベーション創出拠点となる工業技術センターが求められております。本センターは2カ所の庁舎の統合移転を進めており、この赤矢印で示してますけども、進めております。令和7年度からの供用開始を目指しております。職員が技術的なサポートを行うとともに、この新幹線の駅前という地理的メリットを生かした新技術、製品の展示を通じた販路開拓を行うことで、企業様のスタートアップを力強く支援できます。なお、令和10年度には県立高等専門学校を開校予定でありまして、大学などとも連携しながら幅広い効果を期待しているところであります。二庁舎を統合移転することで、ワンストップ体制を構築しまして、企業様のパートナーとして、より力を発揮することができる施設にいたします。また、新センターには基本的な開発、評価機器から最新の 3D プリンターまでを整備し、開発等に必要な機器を充実させるとともに、高度な研究開発を行えるオープンラボを整備しまして、製品を売るための機能を備えた場として、場となるオープンサロンや展示場、それから産業支援機関等のサテライト機能を設けるなど、企業様のスタートアップを全面的に支援してまいります。本県ではこのように新たな分野にチャレンジする企業がたくさん生まれております。この滋賀米原の地をオープンイノベーションの拠点として、企業様の成長を強力に推進しまして、日本世界に向けて発信してまいります。また県内での企業が増え成長することで、雇用が創出されまして地方創生が推進されます。さらにこの取り組みにより次の世代時代の産業が活性化されまして、ひいては県内でのサプライチェーンの構築強化を進めて自社のレジリエンスを向上させることが期待されます。以下メリットですけれども、このように企業、それから第二創業を支援させていただくことで、皆様の事業拡大にも貢献できるものと思っております。なお、ご寄付いただきました企業様の名板をですね、本県が共同研究により開発した鉛フリーの銅合金、ビワライトといいますが、こちらで作成しまして、掲示させていただく予定でございます。滋賀県米原市から始まるイノベーションの可能性にお力添えのほど何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。滋賀県ご担当者様ありがとうございました。それでは質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。吉弘アドバイザー、こちらの点いかがでしょうか。はい、ご説明ありがとうございました。スタートアップの支援ということは、この企業マフサト納税でも強くこれから推し進めていくことでありますし、政府としても新しい資本主義の中において非常にこう重点を置いている事項かというふうに思います。実際にさまざまなスタートアップを支援していくということで、一緒にですね、パートナーといいますか、協業してくださる企業さんというのも募集をしているというところでもよろしいんでしょうか。そうですね、滋賀県での、こういった新しい取り組みですね、そういったところにご支援いただける企業様ともに、材料開発から製品開発に取り組んでいただける企業様も含めまして、ご支援いただければというふうに思っております。ありがとうございます。その裾野が広ければ広いほどですね、さまざまな企業さんに、おそらくアプローチができる内容かというふうに思っております。そこをまた具体的にしながら、この事業をまた推進していただくことによって、より多くのスタートアップ企業のですね、支援にも、そして、滋賀県の発展にもつながっていくのかなというふうに思いました。私からは以上です。ありがとうございました。吉弘アドバイザー、ありがとうございました。以上で滋賀県の発表を終わります。ご担当者様、ありがとうございました。続きまして大阪府の発表です。よろしくお願いいたします。
い、皆様聞こえていますでしょうか。画面見えていますでしょうか。はい、今画面と、はい、スライドの方見えております。はい、ありがとうございます。では大阪府の発表を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様ご存知の通りですね、大阪府は人口800万人を超える西日本の中心的な都市でございます。そして、現在ですね、梅田駅、周辺なども、都市部の開発を進んでおります。そして、右の図ご覧いただきまして、こちら何かお分かりになりますでしょうか。こちらですね、2025年に開催されます、大阪・関西万博会場となる夢洲でございます。この、大阪・関西万博を機にですね、我々は大阪をスタートアップの集積拠点にしたいと考えています。あまり知られてないかもしれませんが、この大阪ですね、実は大学や公的な研究機関などが数多く存在しております。こちらに挙げているのはその一部ですので、よろしければ皆さんこの間にご参照ください。はい、次のスライドに参ります。我々大阪府の成長戦略局はですね、先に申し上げました通り、成長に向けた重点分野としてスタートアップの創出を位置づけております。ですが課題としましてですね、研究機関に端を発するディープテックに関しましては、その高度な専門性から事業化まで時間がかかってしまい、ポテンシャルがあるにもかかわらず資金難などで埋没してしまうケースが多く存在します。この課題に対しまして、アカデミアが多く集積する大阪の利点を最大限に活用して、早い段階から皆様のような民間のリソースと結びつけることで事業化を加速させる、これが本事業の目的となります。右下がですね、大まかな図になって、ちょっと皆様のお手元だと字が小さいかもしれませんが、寄付をいただきまして、それをもとに我々で事業化支援をして、その後皆さんと連携をしたいなというふうに考えております。で、実際に事業の内容としまして、具体例を用いてご説明させていただきます。2023年現在ですね、寄付金をもとにすでに補助金事業を進めております。大阪は江戸時代からですね、薬種問屋が軒を連ねる薬の町として知られております。その強みである創薬の分野を中心にですね、基礎研究と応用研究、青と緑のところもの研究シートをですね、募集させていただきました。そして2024年度来年度以降につきましては、対象分野をですね、創薬以外にも拡大していきたいと考えております。右下に2つほど例を挙げているんですけれども、こちらの対象分野であったり、どういった支援の方法を取るかというところは、皆様のニーズに沿うようにしたいと考えております。ぜひ個別にですね、お打ち合わせの上決定させていただければと思います。そしてこの事業のですね、成果、それから想定されるメリットについてなんですけれども、まず成果3点挙げております。1、有望なディープテックスタートアップが創出されることで、2、海外からの投資や雇用が増えると。そして3、大阪の経済発展につながりまして、皆様のビジネスチャンスも増えると信じております。また短期的なメリットとしましては、下の方に記載をさせていただいていますが、皆様のですね、既存のお取引先などとこれで発掘されました研究シーズンなどをマッチングしていただくことで、関係強化であったり新しいビジネスの創出につなげていただくことも可能です。ご参考まで右の写真ですね、字が小さいかもしれませんが、この2023年度の事業にあたりまして多額のご寄付をいただきました三井住友信託銀行株式会社様へ、知事からですね、感謝状をお送りした際の写真でございます。こちらは複数の新聞社に取り上げて報道していただきました。最後にまとめをさせていただきたいと思います。資金難などで埋没してしまう、もったいない研究シーズが多く存在します。こちらに対しまして、寄付を活用した事業化支援を行うことによって、有望なディープテックスタートアップが創出されることで大阪の経済発展、そしてビジネスチャンスの拡大が見込めるというお話でございました。少し大枠のですね、説明になってしまいましたが、ご興味をお持ちいただけた企業様ございましたらですね、ぜひ下の宛先までご連絡をいただきまして、先ほど申し上げた通り個別にお打ち合わせなどさせていただければと思います。以上、大阪府政策企画部成長戦略局からお送りさせていただきました。ご清聴誠にありがとうございました。大阪府ご担当者様ありがとうございました。
質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。広川様、そうしましたらマイクをオンにしてご質問の方をいただけますでしょうか。すいません、大阪市の広川です。プレゼンありがとうございました。5月末の質問を拝見しております。お伺いしたいのがですね、先ほどの説明ですと、創薬っていうところでいくと、資金難で没と、で、今後の目指せるところが食宇宙ということで、要は結構お金がいる分野ばかりかと思うんですけれども、はい、大阪府さんとしても、大いに越したことはないと思うんですけど、どのぐらい、欲しいなみたいな、そんな目処みたいなのはあるんでしょうか。そうですね、なかなかその希望額を申し上げるのは答えにくいところではあるんですけれども、やはりここに関しましてはですね、企業様がどういった研究シーズをお求めになっているかによって、その研究シーズが求める補助金の額が変わってくるかなとは思いますので、そこも合わせて正直打ち合わせをさせていただきたいというのが正直なところなんですけれども、ご参考まで先ほどの創薬の部分に関しましては、だいたいこう1000万円上限で、我々の予算が3000万あるので、3件ほど採択を、するという方向で今進めているところでございます。ちょっと答えになっていなくて大変恐縮なんですけれども、以上でよろしいでしょうか。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。以上で大阪府のご発表を終わります。ご担当者様ありがとうございました。続きまして、島根県松江市の発表です。よろしくお願いいたします。はい、島根県松江市でございますが、発表させていただきます。今、こちら聞こえてますか？大丈夫そうですかね。はい、はい、声の方も聞こえております。はい、ありがとうございます。はい、島根県松江市です。島根県がですね、中国地方のこの辺りに所在します、そこの県庁所在地になります。で、松江市は松江城や新宿などの観光資源に富んでいてですね、京都や金沢に並ぶ国際文化観光都市として知られております。で、皆様あんまりご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけども、15年間で40社超の企業誘致に成功しているプログラミング言語 Ruby の街として、プロジェクトを進めておりまして、最近はそういったところでも知られるようになってきてます。例えばで言うとですね、このような形で、Google でこんな形で検索させて、していただくと、いろんな記事がですね、載ってきたりしていて、また、もしご関心があれば、ぜひご覧いただきたいなと思いますけども、そういうような IT の街としても知られてくるようになりました。で、今回はですね、事業構想みたいなところを今回持ってこさせていただいてまして、一緒に考えていただける企業様があれば、大変嬉しいなというふうに思っています。で、昨年度からですね、2022年度から地域発の新ビジネス創出の取り組みとして、松江企業エコシステム推進というですね、取り組みをスタートさせました。で、そこに赤浦徹様というですね、インキュベートファンドの代表パートナーで、日本ベンチャーキャピタル協会の現会長でもあられる赤浦さんにもですね、顧問に参画いただいて、一緒にじゃあ地域発でどういったスタートアップができるだろうかというふうなことを考え始めております。で、ただ、その Ruby の街ということで、Ruby はですね、スタートアップにすごく使いやすい言語だというふうに言われているんですけれども、だったりとか、その新ビジネス創出の取り組みが始まったばかりなんですけれども、そういった中で、スタートアップを志す若者のロールモデルはまだまだ身近にいないということだったりとか、エンジニアコミュニティというテックなコミュニティはたくさんあるんですけれども、ビジネスサイドとの融合はまだまだ道半ばかなというふうな状況にございます。で、そこで今回ご提案させていただきたいのは、その地域からでも挑戦できるっていうような、地域からでもスタートアップできるっていうような、挑戦ができるっていうような雰囲気をこの町に醸成していきたいなというふうなことと、Ruby City 松江が大事にしてきました社会を支えるエンジニアの飽くなき探求心みたいなところのリスペクトをですね、融合させて、技術者の挑戦を称える場を Ruby の町だからこそ作りたいというふうに思ってます。で、ここからすごくふんわりした話になってくるんですけども、地域とか Ruby が大事にしているハッピーハッキングみたいな哲学だったりとか、
ああいったところをテーマにしたピッチイベントをこの地域で開催したいと思ってます。で、憧れのエンジニアとか、投資家が参加するピッチイベントで、CTO とか CTO 職に準ずる方がですね、参加できるような、そういったコンテストを開催したいなというふうに思ってます。で、したいなと思ってますっていうのは、パワードバイというふうなところで、寄付企業さんはもし、面白がって、一緒に面白がって、一緒に作っていただけるような、そういった企業様いらっしゃいましたら、ぜひこの後でもお話ぜひさせていただきたいなというふうに思っています。で、こういったことを実際していくとですね、地域初の挑戦事例みたいなところに触れる機会が、この町でできてくるということが、その雰囲気づくりにつながっていくっていうことと、このルビーシティ松江が新しく生まれ変わっていくというような、そういったブランドをまた作っていくというようなことで、さまざまな効果が得られるというふうに松江市としては考えておりますし、企業様からすると、現代社会を支えているそのいろんな技術だったりとか、挑戦を続ける技術者のに対してエールを送ることができたりとか、そういったところに対する還元ができたりとかですね、そういったことができるんじゃないかなというふうに思っていまして、もっと直接的にメリット申し上げますと、一緒にピッチイベントを企画して実施しますと、で、そういった事業会社様だったりとか CVC の皆様もピッチに参加いただいて、出会う機会が生まれたりとか、Ruby の街としてエンジニアからたくさんよくお越しになるっていうふうなところで、参加者への交流だったりとかっていうことで、人的ネットワークを構築する機会を作れるんじゃないかなというふうに思ってます。で、先ほども申し上げた通りですけども、事業構想の段階ですので、ここから一緒に作っていくっていうふうなところに、とても面白みがあるんじゃないかなというふうに思ってますので、金額とかいろんなところまだまだあると思いますけども、一緒にぜひ考えていただけたらなというふうに思ってますので、面白がってくださる企業様いらっしゃいましたら、ぜひぜひおつなぎいただけるとありがたいです。はい、以上で終わります。ありがとうございました。島根県松江市のご担当者様、ありがとうございました。ご質問がある方は、チャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。それでは、吉弘アドバイザー、こちらの点いかがでしょうか。はい、松江さん、ありがとうございました。より具体的にこういった企業さんにとってのイメージがあれば、また追加事項をお伺いできたらなというふうに思うんですが。そうですね、はい、一緒に組んで組める企業さんと、何かちょっと色つけていきたいなというふうに思っていてですね、はい、参考にしたとこ企業さんはメディア系の企業さんだったりしたんですけれども、例えば全然違う、その、なんていうんですかね、モビリティ系の企業さんだったら、モビリティ職もちょっと新しくつけていくと面白いかなというふうに思いますし、面白がっていただけるのであればというふうに思ってます。で、技術とか、ああいったところに関心のあるような企業さんがいいなというふうに思ってますけど。はい。ありがとうございます。まあ、そういう意味では、いろいろなこう汎用性があるっていうふうな切り口でというところでよろしいんですかね。そうですね。ありがとうございます。まあ、いろいろとこう得られる成果がはっきりされていますし、また得られるメリットといいますか、企業のメリットというところも、そういう意味でこう自由に、参画できやすい裾野がありますよということがポイントなんだろうというふうに思いました。まあ、松江市の強みをどんどん生かしていきながら、このローカルスタートアップであったり、このエコシステムをですね、再現できるような取り組みにしていただけたらというふうに思っております。私から以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。吉弘アドバイザーありがとうございました。以上で島根県松江市の発表を終わります。ご担当者様ありがとうございました。続きまして広島県竹原市の発表です。よろしくお願いいたします。広島県竹原市の皆様、今現在ミュートになっておりますので、ミュートの解除をお願いいたします。はい、画面と音声は大丈夫でしょうか。はい、こちら音声も画面も大丈夫です。はい、広島県竹原市です。よろしくお願いいたします。
竹原市からは竹原発スタートアップ支援事業についてご紹介をさせていただきます。まず竹原市についてですが、竹原市は広島県沿岸部のほぼ中央に位置し、瀬戸内海の豊かな自然と温暖な気候に恵まれている町です。人口は約2万4000人で、高齢化率 42.6% となっており、少子高齢化が進んでおります。また本市には大学などがなく、進学や就職による地域外への転出超過が大きく、産業分野の人材不足、事業創出の機会の減少、新規創業件数の減少が見られております。このため産業の活性化、町のにぎわいや移住定住をさらに進める必要があると考えております。本市の強みとしましては、市内事業者が1000社程度あり、製造業、農業をはじめとした多様な産業が発展していること、広島空港が近く、東京からも約2時間で移動ができるなど、陸海空の交通拠点であること、世界に誇る瀬戸内海に面していること、うさぎ島として知られる多くの島や、今もなお生活しておられる江戸時代に栄えた商家町として残る町並み保存地区など、多くの観光客が訪れる観光スポットがあります。町並み保存地区につきましては、映画の撮影などでよく使われておりますが、この歴史的な建物が並ぶノスタルジックな雰囲気は、企業を考えておられる都市部の人々からのニーズが高いエリアになっております。また本市には日華ウイスキーの創業者であり、 NHK 連続テレビ小説マッサンの主人公のモデルとなった竹辻正隆、第58代から60代の内閣総理大臣であり、所得倍増計画により日本の高度経済成長に大きな役割を果たした池田勇人などがおります。このような強みを生かし、これまで企業や自治体向けにイノベーション支援を行っている企業と連携して、全国の高等専門学校生を対象とした起業家プログラムを実施しました。今後の市内での企業や人材の育成につながる事業として一定の成果が見られました。こちらの場所では今年度も引き続き実施をしてまいります。こういったこれまでの取り組みに加え、今年度新たな人を呼び込む、新たな事業の創出、産業分野の人材育成を目的とした竹原発スタートアップ支援事業を実施します。この事業に対して企業の皆様からご寄付のご支援をお願いいたします。本市ではこれまでの取り組みの中で、スタートアップ事業者が実証検証できる場を求めているといったニーズ、地元企業からは課題を解決したいが人材が不足、特にデジタル化が進展している今日、挑戦をしたいが方法がわからないなどといったニーズ、地元の学生等については地元企業を知らない、働きたい場が少ないなどといったニーズに対して、一つ目はスタートアップ支援事業者が実証検証の場の提供、二つ目はスタートアップ事業者と地元企業との連携、三つ目はスタートアップ事業者や地元企業、学生等との交流。こういった取り組みにより、市内での企業、地元で活躍する人々の人材の育成、関係人口の創出、移住定住の促進など、地域や社会の課題解決につながるイノベーションが生まれる、産業や人材が集まる魅力的な街づくりを目指したいと考えております。なお、企業様へのお願いとして、企業版ふるさと納税による本事業への財政的支援のほか、スタートアップ事業者や地元企業等との交流の場への参加、企業様が持つノウハウ等のアドバイスなどにご協力いただきたいと思います。企業様のメリットといたしましては、SDGs 達成への貢献の PR、企業ブランドイメージの向上、本誌ホームページ及び広報誌へ企業名の掲載、感謝状の贈呈等を考えております。企業版ふるさと納税のご寄付につきましては、実証検証の場やの提供や地元との連携により行われる実証検証に要する経費、また交流の場とするコワーキングスペースの整備に活用させていただきたいと考えております。本市が掲げるイノベーションが生まれる、産業や人材が集まる魅力的な街づくりを進めるために、皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。以上で広島県竹原市の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。広島県竹原市、中原様、森田様、ありがとうございました。それでは質問がある方はチャットもしくは挙手にてご質問くださいませ。
それでは吉弘アドバイザー、こちらの点いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。あの白壁の町並みが、きれいに残っているあの町並みだなというふうに僕も記憶をしております。具体的に、まあ、こう資料がありますけれども、どういったことが一緒に企業さんとできるのか、あるいはその寄付金を、まあ、集めていらっしゃるのか、あるいはその一緒に協業できるのかという点でいくと、まあ、どちらの方を竹原さんとしてはこう狙われているのか、もしお聞かせいただければというふうに思います。はい、まずスタートアップ事業者がこちらの竹原市の方に来て実証検証の場を、実証検証を行うというような形になります。でその際に地元企業との連携をするというような形になっております。なのでそういったあの経費、そういったあの、実証検証をする要する経費の方を寄付ってご協力いただきたいというのと、3番のスタートアップ事業者と地元企業学生等との交流の場に使われるコワーキングスペースの整備の方にご寄付の方を活用させていただきたいと思っております。ありがとうございます。まあ、具体的な使途、そういったものも付きまっているということですね。ありがとうございます。ぜひあのご参加いただいている企業の皆様、あの、まあ、個別のチャットでも構いませんので、竹原さんの方にこういったこと気になるなとかですね、こういった部分で協力ができる可能性がある、あるいはスタートアップ支援というところの面において、こんなことがちょっと気になるという点もありましたら、この後の時間でも構いませんので、チャットの方に入れていただけたらというふうに思ったところです。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。吉弘アドバイザー、ありがとうございました。以上で広島県竹原市の発表を終わります。中原様、森田様、ありがとうございました。以上をもちましてプレゼンテーションを終了させていただきます。ご発表いただいた皆様、ありがとうございました。この後は地方公共団体と企業によるコミュニケーションタイムとなります。本日のプレゼンを聞いて、コミュニケーションタイムへの参加をご希望の方は、随時チャットにて受け付けておりますので、本ルームにおりますコミュニケーションタイム、質問受付事務局宛に1対1でお話をしたい地方公共団体名をお送りください。1企業につき最大3団体まで、面談の希望の受付締め切りは15時20分とさせていただきます。面談枠が確定しましたら、15時50分までに、チャットにて面談でいただける団体名とお時間をお送りさせていただきますので、コミュニケーションタイム参加ご希望の企業の皆様および発表団体の皆様におかれましては、ブレイクアウトルーム終了後15時50分までメインルームに残っていただきますようお願い申し上げます。なお、ご希望に沿えない場合がございますと、あらかじめご了承ください。面談枠が確定した企業および地方工業団体にのみご連絡させていただきますので、15時50分までに事務局より面談枠の確定のご連絡がチャットに届かない場合は、今回個別面談のご案内ができかねますので、恐れ入りますが随時ご対策くださいますようお願い申し上げます。15時20分開始の1コマ目にコミュニケーションタイムおよびアドバイザー相談枠がすでに確定している皆様におかれましては、お時間になられましたらブレイクアウトルームに振り分けさせていただきますので、各ルームへお入りください。コミュニケーションタイムおよびアドバイザー相談に参加されない皆様におかれましては以上となりますので、適宜ご退出くださいませ。閉会後、事後アンケートを配信いたしますので、ご回答のご協力をお願いいたします。お忙しい中、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。それでは、全ルームのプレゼンテーションが終わりましたら、メインルームへとお戻しいたしますので、コミュニケーションタイムおよびアドバイザー相談へご参加の皆様におかれましては、お時間までもうしばらくお待ちくださいませ。